皆さんこんにちは。大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。成高です。今回ですね、成高成長日記です。今回バッティングをやっていきます。成高、前回バッティングしてみてどうだった？とりあえず、まあ、理想のスイングは教えてもらったんですけど、そのスイングはまずできないっていうのと、うん、しっかりできないっていうのと、スイングを変えたことによってなんかタイミングが合わなかったですね。結局あ、スイングは変えてないけど、フォアの取り方は変えてない。あ、そうです。そこまでピッチとポッチ、ピッチを使っただけでスイングは変えてくる。そうです、はい、今回はそのスイングですね、はい、スイングを変えていきます。スイングを変えるというのと、タイミングの取り方、ね、前回タイミングを結構で苦戦してたんで、タイミングの取り方を練習してやっていって、どれぐらい変化が起こるかをやっていきたいと思いますので、最後まで見てください。はい、それではやっていきましょう。いくぜ。はい、それではですね、スイングの軌道をちょっと少し変えていくっていうのと、あとはタイミングを取る練習ですねをやっていきたいと思います。ではまずスイングの軌道、まあ、今までのちょっと素振りはどちらかというとちょっとこうヘッドが下がり気味でこういうスイングしてます。これを真逆、ちょっと上から叩くぐらいの、上から叩くボールを潰す、まあ、動画に上げてた、和太鼓スイングですね、和太鼓スイングを使ってちょっと練習していく。はい、で、まあ、和太鼓スイングっていうのはこういうバットの使い方、これがバットが立ってヘッドが立って構えたらポンと出る、重りが後ろにある状態になったら、これを斜め下にトン、太鼓、太鼓こうやってずっとこうする。これもドン、ドン。そう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 。あ、こっちの方がしっくりきそうやな、ドン。うん、できてる。ドン。結構まあ両手つけてる。こう構えたら、で位置があって。どちらかというと右手がしっかり上になる、これがヘッドが立っている状態、今体がここまでいくんですよ。腕の力がない。いや多分ね、もともとこう返そうとしてる、だからここから来たら、ここに来た時にここでピタンと止めるイメージ。ここ、そう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 。で、じゃあちょっと、まあ、この状態で1、2、1、2、1、2、まあ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 、そうそう。で、でこれを、まあ、意識してやるんだけど、この時に下半身を使って、下半身の使い方としてはバットの軌道で、ここから上からこう下にこういくイメージ、はい、例えば下半身もこの状態から下に行くっていうイメージ、下にこう埋まっていくようなイメージ、回転しながら、回転しながら埋まっていくようなイメージ、そう、そうそうそう、だから1、2っていう、実際にはそこまでしてないんだけども、意識的に、意識をちょっと意識、大げさに。スイングの軌道の形ですね、基本的な形はこの形でいきたいと思います、はい、で、次はタイミングをやっていきます。はい、それではですね、次はタイミングです。タイミングの合わせ方の練習を実際にティーバッティングで、行っていきます、タイミングを取る練習法として、前回動画にも上がってます声を出していくということですね。声を出しながら実際に打ってくる、分かりました。はい、で、まあ、まあ和太鼓スイングも1、2って言ってるわけだから、まあ、じゃあ構えてますとしたら、行くのが1で倒すのが1、2で3でしょ、1、2、3、だから
倒すのと足が出ていくの2、1、2、3っていう感じで、はい、ちょっと素振りしてみます。それスイングの軌道が1、2から3って斜め下に入るのが だんだんこうやって下がってきてますよ、ね、こういう風なスイング軌道って多分見てて分かったと思うんですけど、それも、皆さんがその練習しててもそうなる可能性が高いということなんで、そこを注意してください。どうしても1、2までできたとしてもここから3の時に肘、この肘がしっかり体の内側に入らずにこういうところに入ってしまうとヘッドがそのまま下にこうやって落ちていってしまうので、緩くスイングしてしまうので、そこは注意点です。しっかり3に入っていくときにはこの右肘がしっかり体の前に入ってこれるようにすると、ポンと体の前に出しやすいので、そこは、やってる皆さんも注意してやってみてください。それではティーバッティングをしていきたいと思います。はい、これして、はい、1、2、3、4。まあ、皆さん、前回の動画を見ていただけている人は、分かると思うんですが、だいぶこう今回のでもこうガラッと変わった感じです。なのでこれでじゃあ実際にマシンでバッティングしてみて、前回のバッティング打つとどれぐらい変わっていくのかっていうのを、見てほしいと思います。頑張れ、行きましょう。もう自信満々やな。うずうずしてます。おっと、じゃあ、早速やっていきたいと思います。行きましょう、行こう、行きましょう。はい、では実際にマシンを使ってバッティングしてもらいます。前回よりはレベルアップできるように到達点ってやつをつけてやります。 OK、 期待してるわ。やっていきましょう。いきます。オッケー。1、2、1、2。はい、いかがでしたか。なるたかのバッティング、まあ、前回と比べて、まあ、皆さん見ても分かるとだいぶ変わったんじゃないかなと思いますけど、打ってみてどうやった。まず確実に当たってますよね。確かに空振りなくなったな。空振りがなくなって、それがまず嬉しかったですよ、ね、ヒット性の打球も何もかったしな。
NPB に近い。いや、早い早い。今日のバッティングで、まあ、課題を見つけるとしたら、やっぱり踏み込みがな、前足の踏み込みが、のタイミングがやっぱりちょっと遅いのと、遅かったらやっぱりポイント近くなるから、どうしてもこの前足がこう抜けてしまうから、そうですね、バランス悪くなるから、だからああいうところをもうちょっとね、段階を踏んでやっていったら、どんどん出るようになるんじゃないかなと思います。ちょっと、まだ2回目やけど、見えたな、光が。お母さんに言っときます。光が見えたなって。お母さんって伝えて、お母さん会ったことないけど。ということでですね、今日に限ってはですけど、やっぱりスイングの軌道とタイミングっていうのをこう伝えたんですけど、皆さんも僕いつも動画でいろんなことにチャレンジしてみて、試しながら自分のバッティングを作り上げてくださいっていうことをよく伝えてるんですけど、それがこんな感じですね。一回スイングやってみて、ちょっと違うなと思ったら、ちょっとじゃあ違うやつで試してみましょう。で、これで変化が起こったわけなんで、あ、光が見えたなってなってくるし、あ、この感じでいくともうちょっと良さそうやなっていうのをね、やっぱり痛感したい。で、こういうことがやっぱり起こってくるんで、いろんなことにチャレンジしてほしいっていうのが僕も経験してきたことなんで、皆さんもやってみてほしいです。次回もじゃあレベルアップしていこうか。はい、OK、次回はじゃあ踏み込みでいいですか。そうやね、まあおいおい考えとこう。お願いします。メニューは任せます。任せて。はい、では次回もお楽しみに。それでは失礼します。成長。